はい、皆さんこんにちは、ゆりです。ほい、それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。帰ってきた帰ってきた、お家。いやー、帰りも長かったです。帰りの旅の話はまたしたいと思います。ということでですね、今日は初秋物、涼しくなったね、初秋物を着よう、初秋物特集ということですね。はい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 、紹介してきて、初秋物とは、はい、夏素材の涼しい素材でありながら秋口まで着れるお洋服のことですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんそろそろ覚えてきましたか？はい、ということでこちらね、南国素材のワンピースなんですけど、はい、初秋っぽく長袖にがありました。これバンコクの南国素材ワンピース、はいはい、でこれ可愛いでしょ。下もちょっとこうフレアがギザギザギザってなってて可愛いんですよ。はい、バンコクの南国素材ワンピース、9800円。これにですね、これを着ても可愛いかと思います。はい、ノーカラーカーディガンですね。ノーカラーカーディガン、7800円。ノンカラーカーディガンはこれとグリーンと茶色、はい、モカチャ2色です。はい、ノンカラーカーディガン、グリーン、このコーディネートも可愛いです。はいはい、で韓国の南国素材ワンピースはこのネイビーとイエローがあります。はい、2色です。これお袖の可愛いので、これもぜひ、はい、着てみてください。で、ノーカラーカーディガンはグリーンとモカチャ、2色ですね。はい、じゃあ着替えます。はい、次はこちら、ラメニット、これね、秋も綺麗だし、これ見てください、両 V ネックなんです。両 V ネックで秋も綺麗だし、このグレーのね、この色珍しいと思います。ラメニット白とか黒とかは日本でもよく見るけど、グレーと、あとこっち、これも可愛いよ、茶色なんですね。はい、グレーと茶色、めっちゃ珍しいでしょ。はい、ラメニット7800円、はい、グレー茶色。そしてこのアコーディオンプリーツのスカート、はい、グラデーションスカート、これ、12,800円。これちょっと長さがあります。私でもうちょっと長いぐらいのロングの長さがあります。12,800円。でこのグラデーションプリーツのスカートは、コスメさんのグラデーションの、イヤリングがあるじゃないですか。あれに合わせても、はい、可愛いと思うので、グラデーションのイヤリングをお持ちの方はぜひ、はい、グラデーションプリーツのスカート、12,800円になります。そしてこの帽子、私物なんですが、売ります。ちょっと新しい帽子をそろそろ飽きたから欲しい。なので、これは12,000円ぐらいだったけど、3,330円で売りますので、はい、これ欲しい方は、はい、気になってた方はぜひこれもお買い上げください。で、カットソー7,800円ね。はい、カットソーが7,800円です。これは今から秋口にインナーとしてすごい使えると思うので、ぜひ皆様、はい、お試しください。ということで着替えます。はい、こちらさっきのラメニット茶色も着てみた。茶色も可愛いでしょ。はい、すごい綺麗じゃないですか。そうね、もうカーディガンとか、あと今からジャケットとか着ると思うんですけど、それのインナーにこれすごい使えると思います。はい、ラメニット、あと、職場に行かれる方は、はい、お仕事の時にちょっと派手じゃないけど、エレガンスな感じなので、インナーにはすごいこれいいと思いますよ。はいはい、ラメニット、これは茶ですね、茶色、これカーディガンね、はい、ノーカラーカーディガン、モカチャの方を着てみました。はいはい、綺麗でしょ。そう、これめちゃくちゃ使えますよ。ラメニット、グレー、カーデ、グレーとこれ茶色ね。そして下はね、秋らしくちょ
っとヒョウ柄のスカートです。ヒョウ柄のスカート。はい、ヒョウ柄のスカート。ヒョウ柄のスカート。はい、白、白。これは日本製です。これは日本製です。はい、日本製。日本のメーカーさんの商品です。ヒョウ柄のスカート、ヒョウ柄のスカート、9800円になります。はい、だからこのカーディガンもこの、ニットもバンコクの商品なんだけど、これはね、なんかこういう日本のお洋服に合わせてもすごいシックでエレガントに着れるのでいいと思います。ちょっと秋口っぽいね感じのコーデで可愛くないですか。はいはい。で、日本の商品に関してはこちらはメーカーさんにありしてある限り取り寄せできますけど、ちょっとバンコクの商品はもう売れたらこのこれ一点物で終わりますので、はい、ご了承ください。同じヒョウ柄でですね、これちょっと着ないけどこういうのもあります。ヒョウ柄ブラウス、ヒョウ柄ブラウス、ちょっと待ってね、ヒョウ柄ブラウスね、これヒョウ柄ブラウスにこっちのこのこれでもいいと思います。これは、南国素材パンツですね。南国素材ワイドパンツ、ワイドでもないんだよな、南国素材ストレートパンツ、南国素材ストレートパンツ、茶色グレーが売れたので茶色のみです。茶色のみ。これ9800円で、これほら可愛いでしょ。これヒョウ柄の、はい、切り替えブラウスですね。ヒョウ柄切り替えブラウス7800円で、南国素材ロングパンツストレートパンツ9800円で、これも、ま、この組み合わせもすごい秋らしいと思うんだけど、両方とも上はポリね、これは日本製なので上はポリです。そして、これ韓国製ですね、ごめんなさい、これ韓国製なのでこれはポリです。で、この、南国素材なのでこのパンツはこれは涼しいので秋っぽいコーディネート、これでもいいよね、はい、これだったらオフィス行けるよね、はい、お仕事行けると思います、このシンプルさだったら。なのでお仕事行ける方はこういう感じでもいいと思います。はい、はい、でも秋らしい色だけど涼しいので、はい、おすすめです。はい、そして着替えます。もう見てみんな、これもやっぱりめっちゃいいじゃん。もうさすが私、また自分を褒めるこのバラバラのブラウスやばい可愛くないですか。もうやっぱね、これ日本に持って帰ってきたら余計良さがわかるんですよね。売ってないからね、こんなの。そうバラバラブラウス、バラバラブラウス、バラバラブラウス黒、バラバラブラウス白、これね、あのね、これ白も黒も両方めっちゃ可愛いよ。両方欲しいもん、私。百貨店の上の方の階とかに行ってみて、こういうブラウス2、3万で売ってるから、みんな。ほんと、ちゃんと見た方がいいよ。めっちゃ上から目線。いや、でも本当に。でね、素材感もこれいいですね。素材感もめっちゃいいし、ポリだけどポリに見えない。はい。はい、シルクサテンみたいに見える感じの素材です。はい、はい、バラバラプラス9800円。そして、はい、これも南国素材のレーススカート、レースがここに入ってます。はい、南国素材レーススカート赤、はい、そしてカーキ、はい、の2色です。こちらは、M から入れる、これはウエストめっちゃ伸びるから、はい、大きい人でもドラえもんの人でも入るはず、 3L の人でも入ると思います。はい、9800円になっております。おい、あ、そう、今日お客さん来るので、一点物の上にうちのお客さんと皆さん競争で買うみたいになるからはい、ごめんなさい、この間もね、最近初心者 の動画がめっちゃ再生されてて、全然新規の人から
新規の人が問い合わせあったんですけど、ごめんなさいね、うちの動画を新規で見られる方はうちの商品はどれぐらいだろうな、特に今海外のものに関しては、今日お客さん来るでしょ、次のお客さんも来るから多分1週間以内には全部売れます、大体海外のやつは。で、日本のやつ、さっきのこの辺とかね、日本のやつに関しては追加があれば取り寄せられるので、それに関してはまだ在庫あるので、メーカーさんに在庫があれば、はい、ご用意できると思いますみたいな感じでになっておりますので、はい、申し訳ないんですが、ご容赦くださいということで、次何着ようと思ったら、次着替えます。はい、次はこちらもすごい大人気だった草木柄の、はい、ワンピース、草木柄のワンピース。今年の秋冬のトレンドはアースカラーなので、アースカラーってこういうカラーとか、こういうカラーですね、アースカラーなので、これからし色だけど、はい、これ草木の柄で取り入れるのもアースカラーの 柄で、はい、取り入れるのもいいと思います、ありだと思います。またね、トレンド解説をまたやっていきたいと思います。そしてこの帽子は私のゆずの帽子、さっきもかぶってたけど、これすごいいろんな服に合わせやすいのでおすすめです。はいはい、私はちょっと飽きて新しいのを実は見つけたので、はいはい、それを買いたいと思います。はい、それ広島の帽子屋さんで見つけてるの実は、はい、それは1万4000円だったかな、なのでこれもそれぐらいです、1万2000円とかぐらいだったと思います。はいはいはい、これユーズドね、私のユーズドのレース付きベレー帽を3330円、そしてこのアースカラーの、はい、草木柄のワンピース、これ本当にね、この形大人気でした。あっという間に売れて、もこれ1点だけです、これ1点だけです。こちらからし色11,800円ということで、今日はこんな感じで終わっていきますよ。そしてですね、さっきもお話ししたけど、今週末とまた、お客様来られるので、広島のね、ここにあるものたちは、皆様、一点物になりますので、早いもの勝ちになります。申し訳ないんですが、早い人からご用意させていただきますので、売り切れの場合はご容赦ください。そしてまたね、順次、大阪の、秋物も、発注してきたので、順次入ってきますので、入り次第また、YouTube ショッピングやっていきたいと思いますので、お楽しみに。ということで、皆さんまた、お会いしましょう。またね、バイバイ。